何やっとんねんちゅう話ですよね。青コーナー175センチ74.8キログラム、パンクラス初参戦、儀式なんですかね、ポール・デイリー。赤コーナー168センチ74.9キログラム、パンクラス戦績30戦13勝8敗9分け、ウェルター級2位、北岡サトール。さあ第3試合です。赤コーナーパンクラスウェルター級第2位、パンクラスイズム北岡サトル。青コーナーは今夜初参戦です、ケイジ・レイジウェルター級全英チャンピオン、チームラフハウスポール・デイリー、69キロ以上75キロ未満のウェルター級戦5分3ラウンドです。伊藤選手、はい、北岡は今夜やはりタイトルマッチでこの場に立ちたかったでしょうね、やっぱりね。そうですね、まあ、この後に、あのウェルター決定戦があって、その前に北岡の試合が組まれているんですけど、やっぱ悔しいでしょうね、こういうのは。きっちりあの今日決まるチャンピオンの前で決めたいでしょうね。うん、そういう悔しさは伝わりますね。さあ、そして今夜の相手は新たなる仕掛け、はい、はい、最初面白いですよね。ですね、ユニークなこのユニークというかアクションがありました。で、まあ、ケージ・レイジって漫才コンビみたいな名前、二人と思ったらあれなんですよね、金網のあれ名前なんですよね、大会の。ちょっと勘違いしやすい名前なんですが、二人なのかなと思って。なるほど。さあ第3試合のウェルター級戦、ゴングが今切って落とされましたが、今お互いにおっと引きずり回すようにパワフルなこの攻防を見せているのがポール・デイリーですが、それにうまく食らいついていく。ケイジの方ですね。そうですね。さあまだ続きますか。レイジはいないですかね。もういいですよね。はい、ありがとうございます。さあ試合の方をご覧になっていただきたいところなんですが、褐色のこのブリティッシュストライカーがポール・デイリーです。そうですね、まあ、ムエタイ戦績ずいぶんありまして、現在、9戦のうち 6KO を挙げているという選手ですね。もうとにかく自分は攻めて攻めて攻めまくっている、いく戦いをもちろんそこに信条を持っているという試合前のコメントもありましたが、はい、まあ、非常にこのバネのありそうな体してますね。はい、おー、ナイス。あー、うまくかいくぐって今タックル。しかしここでテイクダウンです。もうこのタックルに捕まったら、これやはり北岡相手には、ね、そうですね、誰もなかなか返すことができませんよね。さすがはこの寝技師北岡、きっちり見えてましたね、ストレートは。さあここからが北岡の本領発揮。足とか行き怪しいかな。しかしがっちりと下のポール・デイリー、そうですね、さあ今足を固めているが、これ北岡は一つここでポイントをずらしながら、北岡が足狙い移行していく。ヒール、あ、これいけそう。さあここですね、今もうポイントはこれ掴んでますね、あと伸ばすだけ。北岡悟る、あー、ここで渾身の力だ。引き伸ばしていくか、どうする。北岡離すのか離さない。うわー、ここでずれた。一回戻しましたね。この必要最低限の攻め、これ北岡はやはりうまいですね。まあきっちりしますよね、すごい見て習うべき点がすごく多いですね。寝技の方はどうなんですかね、ポール・デイリー選手。さあポール・デイリーに関しましては、このね、ポール・デイリーはそうです、あのトレーニングの一環としてレスリングは行うようにはしているんですが、やはり打撃、打撃の選手、中心の選手です。はい、さあ今度はフロントから首元に今駆け込んでいく腕です。ここから首を折るのかどうだ、締め上げていく、ね、フロントチョークの状態。これは大丈夫なのか。ああ、決まった。わー、これタップアウト、耐えきれなかったポール・デイリー。北岡悟。